この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。この時間はメス対大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。メス対大阪、メスは今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあ、おそらく予想してでもさらに1枚2枚相手は上手に出ていく。さらにいった、先制。いやー、よく詰めていましたね、ロナウド。いやー、ポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないと。セーフ、これよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。デヘア、ネイマール、左上がっていきます。クリスティアーノ・ロナウド、自分で行く。さあ、勝負だ。シュート、ブッフォン、もう一度来た、追加点。いきなりの2対0。クリスティアーノ・ロナウド、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？そうですね、シュート前のパス交換が素晴らしいで、相手のディフェンスはアプローチできなかったんですよね。フリーで受ける動きも良かったですし、しっかりキーパーの動きも把握したお手本のような綺麗なゴールでしたね。なお削ってしまいました。早くもファールをもらってしまいます。コーニの姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。やっぱり今のような速さを見せられるとエリア付近のドリブルに対してディフェンスの仕方が難しくなってくるんですよね。ロナウド、弾いたところ、決まった、追加点、連続ゴール。ロナウド、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。モリナール、これはファール、イエローカードが出ました。審判に抗議しますか？これは認められません。です、今のでイエローカード2枚直接狙った。守護神が弾く、これはキーパーがいい反応でした。大阪、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。クリスティアーノ・ロナウドに渡る。大阪、手元の資料を見ますとスルーパスでの攻撃が得意なチームとあります。これについてどういう対処ができるんでしょうか？そうですね、背後のスペースのケアとインターセプトを狙っていくことが大事になってきますよね。基本パスを出す側としてはスペースに落とす感覚でサイドやラインの裏を狙ってくることが多いですからね。常に高めのラインをキープしつつバスが出たら一気に下がる、こういったロングボールの対処と同じようにケアすることが今日は大事になりますよね。裏のスペースへメス、ここまで0対3とファーストハーフ半ばでビハインドの状況です。まあ、前半のうちにまずは1点詰めたいですよね。まだまだ心折れずに頑張ってほしいですよね。これもファウルですかね。レフリーの答えはイエローカードです。これでイエローカード3枚目。メスとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。マルセロ、さあ左へ預けて抜けてくる。ネイマール、スーゾン、いやー、追加点。どこまで点差を広げるんでしょうか。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。
相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですね。現在やってきた。クリスティアーノ・ロナウド決まった、追加点。怒涛の追加点。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決めきるところがまた素晴らしいですよね。これで今日4本目です。クリスティアーノ・ロナウド、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。カジェホ、今のファウルは注意だけのようでしたね。まあ次やるとまずいですからね、まだ時間ありますしね。またファウルか。これはカードです。今のでイエローカード4枚目となります。大阪、ここもしっかりディフェンスしました。キーパーから前線へ、長いボール縦へ、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。これはつながりません。アレックス・テイシェイラ、自分で行くのか、裏へのスルーパス、シュート。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。スペースを出す。さあマルセロ、コーナーキックです。おっと、ここでイエローが出ました。これ一つ前のプレーに対してでしょうね。大阪、コーナーキック2本目。今のチャンスを物にすることができませんでした。そうですね、収まればというところですね。スルーパス、スルーパスを出す。カジェホン、おー、これいいでしょ。抜けてくる、上がる。ルーズボール、ここで前半が終了しました。早くこう、まさに大爆発というところです。メス、リードを許したまま前半折り返す結果となりました。ディフェンスの面で少し不安要素の残る前半となりましたね。寄せを早くしながら、はい、ボールを持っていない相手選手の動きにもしっかりと注意を払っていくことでしょうね。なるほど、波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかしまだ45分あります。引き続き展開を見ていきましょう。メス対大阪、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。メス、メンバーチェンジを行っています。うまく見出してますよね。大阪、堅いディフェンス。アラン、サイドのスペースへ走らせる。サイドは味方を走らせますが、これは合いません。裏を狙っていきます。オフサイドです。つながるか、このボールはつながりません。一人で持ち上がっていく。エルシャーラウィ、ここは通しません。エルシャーラウィからのパスは通りませんでした。裏へ届くか、スルーパスを出す。
ちょっと伸びてしまいました。ハーリット大きく縦へ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。裏のスペースへ、いいボールですね。さあカウンターを仕掛けます。シュート、追加点、容赦ない一発。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手を分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。クリスチャーノのシュート、しっかりとミートしたスピードのあるボールでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。大阪、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。スルーパスを出す、抜けてくる、さあどうだ、来た、シュート、裏へ届くか。このボールに触ります。長いボールを送ります。打っていった、ボールを右に攻めていきます。この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどね。とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。ボールは裏を狙っていきます。モドリッチ、さあつながるか、このパスが抜ける、シュート、いやファインセーブです。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。大阪、今のようなショートカウンターから仕掛けるパターンが多いんですよね。頭だ、もう一回こぼれたところを仕込む、決めた、全く手を緩めません。ブッフォンがこう弾いたボールでしたがこれをうまく詰めました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。ミドル、これはよく止めました。今日はチャレンジしてますよね。いやこの積極性は素晴らしいと思いますけどね。メス、チャンスを迎えたシーンがありました。大阪、ここでファールをもらいます。サイドを使います。右サイド上がっていく、いや今のはもったいないミス。上げる、ファインセーブです。今日はチャレンジしてますよね。いやこの積極性は素晴らしいと思いますけどもね。ハリットから中へ送る、ミドル、ボールは右にされていきます。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。大阪、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏へのスルーパス、さあ右へ預けて、マリアーノ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。
アーノルド、こぼれてますよ。これもファウルですもんね。メッシとしてはちょっと残念なゲームになってますけど、うん、何かこうワンアクション欲しいですよね、次の試合のためにも。スルーパス、これをカットします。キーパーからのロングフィード、スペースへ出す。このスルーパスは通りません。このパスを防ぎます。どうだ、右サイドへ振ってスルーパス、トルーズボール、振り返すクロス、オフサイドです。飛び出しがちょっと早かったようです。ハーリット、いや本当ディフェンスラインギリギリですよね。カリル・クリバリ、裏へ届くか、ここは体を張ります。縦へのボール、アラン、カウンターを仕掛けます。狙いましたね。裏へのスルーパス、上です。